広告でよく見るやつの RTA、ハージマールよ。詳しい話は後にして、早速始めましょう。ボールを動かし始めて、ゴーの表示が出たら、タイマースタートです。最速でボールを動かすとなると、両手で交互に下からフリックするのが早いです。クリアしたら、ひたすらノーサンクスを連打する作業です。ただ、あまりに早い連打をしすぎると、とんでもないバグが起こることがあります。この鍵を避けるのは、鍵を3つ集めるごとに宝箱が出現してタイムロスになるためです。レベル1から3までのは簡単に避けられるので、なるべく避けましょう。このゲームは障害物によって空中に飛ぶこともよくありますが、空中にいる間もクリックすることでフリックした方向に少しずつ進みます。なので、空中に飛んでもかからずクリックしましょう。このゲームでは、レベル4ごとにボヌスレベルが現れます。RTA ではここも気が抜けません。ここまでは直線のコースばかりでしたが、ここからは曲がり角や障害物などが出現します。この鍵は、避けるのが難しいので妥協しましょう。この部分は勢いを抜けると合格とか言ってながら危なっかしいですね。ちゃんとしてください。鍵を3つ集めたので宝箱が出ました。さっさと回収します。説明することもなくなったので、このゲームについて語ろうと思います。 YouTube の広告でよく見る Going to Play の画像のゲームって、大体広告の量やばいじゃないですか。ゴーイングボールもやっぱり広告ばっかりで、レベルをクリアするごとや、数回死ぬごとに広告が出ます。Google Play Store にもめっちゃ苦情が書いてあります。でもこれ、オフラインにすると広告は出なくなります。解決ですね。本 RTA のレギュレーションにも、オフラインにするよう書かれています。というわけで皆さんも、走りましょう。ね。急ぎすぎて死にました。ここで、いわゆるデスルーラーをします。プレイ中、右上のこれを押すと、強制的にセーブポイントに戻ることができるので、ここで強引にセーブポイントを取って、その瞬間に右上のこれを押します。するとスムーズに進むことができます。この斜面はやけに跳ねるので、慎重に行きます。見とれるほど綺麗なボールさばき。あえてゆっくり進み、穴を使って跳ねることで、ショートカットできます。でも、このランの後に別の新しいショートカットを見つけたんですよね。ただし成功率は 10% ぐらいです。この足場は、少しでもスピードを出したら死ぬので、慎重に進みます。ここもすごいショートカットがあるのですが、成功率が低すぎるため、採用としました。山を登るとき、やけに跳ねるときがあります。
秒のタイムロスなのでそこまで気にしなくて良いです。これは強引に押すとスミスりました。2段目に着地する瞬間に急加速することでここもショートカットできます。むずいです。ここはフリックしすぎると着地がずれるので少し抜き目です。空中で全力で左にフリックすることで着地後スムーズにゴールできます。ここのショートカットは初見でもよくやりますね。着地時に進行方向にフリックしておくとミスりにくいです。最後の関門、ボムスレベル20です。綺麗な円コースでね。はいですね。ここで折り返し、ゆっくり上昇しつつ、最後だけ思いっきりフリックすると飛べます。ガードレールでうまく着地してゴールに向かいます。これにて完走です。お疲れ様でした。完走した感想ですが、見た目以上に難しいし、見た目以上に楽しいので、走りがいがありますね。本カテゴリは1から20というものですが、他にも最初の4レベルだけをやるもの、ループするまでの全コースをやるもの、1回も死なずにどこまで行けるか競うもの、などがあります。まだ10人弱しか走者がいないので、皆さんもぜひ走ってみてください。それではお疲れ様でした。